はい、皆さんどうもこんにちは、ひろしの隠れ家です。2回目のね、緊急事態宣言が東京、神奈川、千葉、埼玉にね、出されましたね。まあ、広島の隠れ家のある山形県には緊急事態宣言は出されていないんですが、まあ、やはりね、外に飲みに行ったり、まあ、友達と遊んだりっていうのはね、なかなかやっぱ山形県でもできなくなっています。まあ、せっかくの3連休なので、まあ、外には出かけずに、まあ、いつものように自宅バーでね、楽しみたいなと思っています。実はですね、もう先ほどあるコンビニに行ってきて、まあ、この時期にしては珍しいものを発見したので、その様子をぜひご覧ください。いかがでしたか？なんとですね、こちら、じゃん、白州のね、ミニボトルがね、売ってました。まあ、少しね、田舎のコンビニだったので、まあ、年末に売り出された分が売れ残っていたんだと思うんですが、まあ、せっかくなのでね、今日はこの白州を使って冬にしかできない自宅バーの楽しみ方で、この白州のハイボールを楽しみたいなと思っています。ではですね、まず準備から始めます。今回購入した白州の他に、家にあった山崎とチタを使ってですね、雪国山形県ならではのね、楽しみ方をしていきます。じゃん、このようにですね、山崎白州チタをのね、雪にねちょっと冷やしておいてハイボールを作っていきたいなと思います。これなんかいい消費税があってね、こうやって雪を使って、まあこれ単なる、こうバケツなんですけども、バケツにね、雪を入れてこの3本を冷やしておくんです。雪だるまちゃんなんかも作ってきたりしてね、まあこれがちょっといいじゃないですか。こういう見た目重視ということで、映えるじゃないですか、これね。いいですよね、これね。ということですね、まあ、早速こちらを使ってこれからですね、3杯のハイボールをね、飲み比べていこうかなと思っています。そしてさらにはですね、まあ、先ほど山屋さんの映像があったと思うんですが、まあ、そちらでね、こちらイロハス買ってきました。なんでね、今日イロハス買ってきたかというと、こちら見てください。白州の天然水ということですね。まあ、せっかくね、まあ、白州を買ってハイボールを飲むということで、じゃあ白州のね、水使った方がいいんじゃないかということで、この水をソーダストリームを使ってね、炭酸水にしてハイボールにして飲んでいこうかなと思っています。こういうのが楽しいでしょ？ね、いいじゃないですか。では早速ね、ハイボールを作っていきたいなと思います。白州の、ね、炭酸水もできましたので、最初は、ね、まず白州のこちらからね、飲んでいきたいと思います。だいぶね、キンキンに冷えてますね。はい、それではですね、早速白州のハイボールからいただきたいなと思います。おいしい。やっぱりね、結構雪で氷点下ぐらいまで冷えてあるので、おいしいですね。すごいキンキンです。すごい香りはですね、まあ、爽やかでフルーティーなね、こう桃のような感じの香りで、飲み口はね、すごい爽やかテイストで、まあ、やはりね、フルーティーです。すごいフルーティー、まあ、レモンとか桃のような程よい甘さと、まあ、すっきりとしたね、樽の香り、本当にね、こう森を感じるウイスキーですね。白州美味しいですね、ハイボール。いいですね。では次にですね、こちらチタのハイボールを飲んでいきたいなと思います。じゃあチタのハイボールを飲んでいきたいなと思います。香りはですね、甘い香りと樽の香りがしてね、爽やかな香りがしますね。では早速いただきます。あ、これもいいですね。グレーン感をすごく感じるので、
まあ、シングルモルトの次にちょっとこちらのねグレーンウイスキーを飲んでその違いをね確かめるのもいいかもしれないですね。再認識できますねこの違いがね。こちらのチタはですねハイボールにすると爽やかな甘さが際立ってこの炭酸と甘みがね調和して喉をね気持ちよく抜けていく非常に爽やかなハイボールになっています。チタのハイボールも美味しゅうございました。最後にこちらのね山崎こちらのハイボールを作って終わりにしたいなと思ってます。はい、それではですね3杯目の山崎ハイボールをいただきたいなと思います。山崎は白州やチタとは違うテイストの味わいのハイボールになってますね。香りはですねすごくこの芳醇な樽の香りと麦芽の香りがすごくして本当にねウイスキーらしい香りがします。そして味わいなんですが飲み口はねすごい重厚な飲み口でリッチ系ですかね。この樽の熟成したビター感がこうビターチョコレートのようなコクを生み出していてそしてねミントや梅酒のような爽やかな酸味もあって山崎はですね複雑な味わいを楽しめるハイボールとなっています。すごいまた違った一面ですね。いいですね。うん、美味しいです。いかがだったでしょうか。サントリーウイスキーのねハイボール飲み比べ、たまにねこういうのやるとなんかいいです。味わいをねすごい再認識できますね。楽しかったです。まあいい休日ですね本当にね。そしてねやっぱりこうやってね雪国のマイナス面である雪あるじゃないですか。この雪がねもう毎日毎日雪かきをして苦しめられているんですがこうやってね楽しむことによって雪に対するね憎しみも和らぐんじゃないかなということで今回ねすごくいい感じで雪をね使うことができました。まあ本当にねコロナの影響でなかなかね出かけることができない現在なんですが、まあ、こうやってね、まあ、家で楽しめることを見つけて、まあ、皆さんでねこの苦難を乗り越えていきましょうということです。今日のひろしの隠れ家は自宅バーを楽しもう白州山崎チタハイボール飲み比べ、こちらをご紹介させていただきました。ではまた。